皆さんは軍隊にまつわる怪談話を聞いたことあるでしょうか。軍隊といえば科学的で合理的な組織であるため、怪談話とは不釣り合いなイメージがあるかもしれません。ですが、多くの命が失われる戦争にこの手の話はつきもので、実際の軍隊でも怪談話は好んで語られていたそうです。今回は旧日本軍にまつわる怪談話4本を紹介していきたいと思います。血をすするメモ帳。太平洋戦争末期、日本軍はフィリピンに上陸してきた米軍との間で激しい戦闘を繰り広げていましたが、戦況はどんどん悪くなり、弾薬は愚か水も食料もなく、やがてはまともに戦うことすらできなくなっていきました。 A さんもそうした兵士の一人でした。ある日、 A さんは大きな戦闘が起こった後に出くわしました。周囲には日本兵が多数戦死していましたが、近くに米軍もいるため戦友たちの遺体を回収することもできません。ジャングルに隠れていた A さんは密林の入り口あたりに転がっている死体を見つけました。手を合わせて遺品を取り出し、武器や食料など使えるものはもらっておきます。するとポケットの中から一冊のメモ帳が見つかりました。遺品を遺族に返す必要もあり、戦死者の情報がわかるかもしれないとメモを開いた A さんは、中には奇妙なことが書かれているのを発見します。そのメモ帳はどうやら河野又兵衛という兵士のもののようなのですが、今日の日付とともに河野又兵衛はアメリカ軍狙撃兵によって右こめかみから左後頭部に向けて銃弾が貫き通し即死すると、まるで予言のようなことが書かれていたのです。実際その兵士はこめかみを撃ち抜かれて死亡していました。その上、メモには A さんの名前まで書かれており、 A さんが遺体から遺品などを持ち去るとまで書いてあったのです。なんとも気味の悪い話ですが、さらにメモ帳を見ていくと、そこには A さんの正体の今後についての記述もありました。A さんと後輩の兵士の2人が生き残り、あとの4人は戦死すると書かれていて、4人の死因までもが細かく綴られていました。そして4人はいずれもメモ帳に書かれていた通りに戦死することになったのです。4人のうちの1人であった小隊長などは味方と合流した時に敵と誤認されて射殺されるという、普通では考えつかないような状況が記述されていたにもかかわらず、本当にその通りの状態で戦死してしまったのだといいます。おかしなことはそれだけではありません。終戦時、 A さんは米軍の捕虜になった時、持ち物検査でそのメモ帳も差し出すことになりました。しかし米兵がメモ帳を開くと、そこには例の奇妙な予言は書かれておらず、ページ一面にべったりと黒い血の塊がついているだけだったといいます。それを見た A さんは、このメモ帳はまさしく人の血をすするメモ帳だと思ったそうです。捕虜生活を終え、無事に復員できた A さんは例のメモ帳とともに日本へと帰ってくることができました。早速家族に遺品を返すため河野又兵衛の住所へと向かった A さんは、そこで驚くべきものを目にします。その家にいたのはまだ存命している河野又兵衛だったのです。彼は戦死などしておらず、あのメモ帳も彼のものではなかったのです。嫌な顔をして、メモ帳などいらないから持って帰ってくれという又兵衛に頭に来た A さんはメモ帳を突き返して帰ってきました。すると数日後、今度は A さんの家に警察が訪ねてきました。なんと河野又兵衛が死んだというのです。警察が言うには、家が突然爆発して一家全員が亡くなったそうです。何か知っていることはないかと聞かれた A さんですが、当然何も知るはずがありません。それよりどうして A さんが又兵衛と知り合いであることが分かったのでしょう。総広める A さんに警察が取り出して見せたものこそ、先日又兵衛の家に置いてきたあのメモ帳でした。警察がメモ帳を開くと、そこには A の力を借りて河野又兵衛の家に着き復讐を果たした、これでよしと書かれていたそうです。警察はその後も捜査を続けたのですが、結局事件に関しては何も分からずじまいだったそうです。果たしてあのメモ帳の持ち主は一体何者で、河野又兵衛にどのような恨みを抱いていたというのでしょうか。ケンダリー基地の幽霊。ケンダリー基地はインドネシアのセレベス島、現在のスラウェシ島にあった日本海軍の基地です。この基地の兵舎では、寝ている兵員のうち夜な夜なうなされるものが出るという怪現象が起きていました。中には夜中にいきなり大声を出して飛び起き、刀を抜いて暴れ出す兵もいたといいます。うなされた兵士らの証言によると、寝ている時に急に胸が締め付けられるように苦しくなるのだそうです。そして胸の上に何か白っぽいものがのしかかり、それを手で追い払おうとするも体が言うことを聞かなくなってしまい、うなされたり大声を上げたりするといいます。そして翌朝、うなされた人間の胸の上には必ず白い毛が一本残されていたそうです。ケンダリー基地の怪現象の話は瞬く間に広まり、海軍では知らない人間はいないほどの怪談になりました。軍医や専門家が調査しても原因は分からず、戦死したオランダ兵の幽霊だとか、ここを植民地にしていたオランダ人が住民を虐殺したため、その怨霊がたたっているのだと噂されたそうです。後に気象班が調査したところ、白っぽいものの正体は湿度の高い熱帯で夜間の急激な温度低下によって発生する結露が原因ではないかと言われましたが、ケンダリー基地の怪異談が全て自然現象によるものだったかどうかは分かっていません。アッツ島の英霊。1943年11月14日夜半のこと、イニ号潜水艦の艦長だった板倉光間少佐は、北のアリューシャン列島アッツキスカ間のアッツ島寄りの海域で哨戒を行っていました。珍しいことに、その夜の海面はさざ波一つないくらいに穏やかで、空には月が浮かび、アッツ島を水墨画のように映し出していました。防寒街灯を着ていても応えるほど厳しい寒さでしたが、敵船を襲うにはもってこいの夜でした。その時、不意にアッツ島の中央から青白い炎の塊のようなものが空へ向かって舞い上がったのです。板倉艦長が同目していると、その炎は見る間に膨張していき、さらにオレンジ色へと変色して、ものすごいスピードでこちらに向かって飛んでくるのです。発射音や爆発音はなかったので、砲弾や信号弾ではありません。オーロラかとも思われましたが、火の玉になって飛んでくるオーロラなど聞いたことがありません。板倉艦長はゾッとするものを感じ、すぐに艦内へと飛び込むと、急いで潜航するよう命令を出しました。その時見た火の玉の正体は戦後になってもわからなかったそうです。ただ潜航後に航海長と信号長が「艦長、あれはアッツ島の英霊です。それに間違いありません」と幾度音にそう言ったそうです。アッツ島では1943年5月の米軍上陸により、約2600名の守備隊が玉砕する悲劇が起きていました。果たして板倉艦長が見たものは本当にアッツ島で戦死した英霊たちの姿だったのでしょうか。駆逐艦白雲の最後。白雲は徳型駆逐艦とも言われた吹雪型駆逐艦8番艦です。1944年3月16日、輸送船の護衛を行っていた白雲は釧路沖で米船トートムの襲撃を受けました。この時、味方輸送船から誤射を受けそうになった白雲は割れ白雲との信号灯を送りました。しかし敵潜水艦がすぐ近くにいる状況で、これは自殺行為に等しく、トートムの雷撃を受けた白雲は撃沈され、艦長以下全乗員が戦死しました。白雲と共に護衛を行っていた駆逐艦霞は残存船舶を連れて命からがら青森の大港へとたどり着くことができました。多くの仲間を失った辛い思いを少しでも晴らそうと、霞の士官たちは行きつけの料亭に足を運びました。そこでおかみらから奇妙な話を聞きました。16日の夜に突然「おーい、今帰ってきたぞ」と白雲士官たちが訪ねてくる声がしたそうです。しかし返事をした店の人間が出迎えに行ってみると、玄関には誰もいません。店の外にも人影はなく、外は雪が降っているにもかかわらず、地面には足跡も残っていませんでした。確かに白雲の人たちだったのに、変ねえ、何かあったのかしら。彼女らが声を聞いたという時刻を訪ねてみると、それはまさに白雲が轟沈したあの時間だったのです。白雲が沈んだことは軍事機密で、一般人が知っているはずはありません。これを聞いた霞乗員らは知らず、杯を持つ手が震えるのを感じたといいます。沈没直後、白雲にはまだ生存者がおり、海に投げ出されて「おーいおーい」と呼ぶ声が聞こえたそうです。しかし輸送船の護衛もあり、付近にはまだ敵船がいるため、霞はすぐに助けに行くことができませんでした。白雲乗員たちはまだ冷たい釧路沖の海水の中で力尽きていったと思われ、ようやく霞が沈没地点へと引き返してきた時、現場にはもう誰の姿もなかったといいます。最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。